1年後、チャット GPT は企業にどのような影響を与えるのか。ネクストモード株式会社代表取締役社長の里見さんです。よろしくお願いします。いや早速この Notion AI についてのご紹介なんですけれども、まあ、そもそもですね、この Notion って何なんだみたいなところで、今世界でですね、2000万人以上が、これちょっと少し前のデータですね、2000万人というのも、今多分もっとの多くのお客様使っていただいていると思いますけれども、非常に多くのお客様がですね、ご利用いただいているツールでして、まあ、ライティングですとか、プロジェクトの実行、まあ、情報のホームベース、いわゆる Wikipedia みたいなものとしてですね、非常に、愛されているツールとなっております。まあ、日本ではですね、大学生などの若者を中心に今広がっておりまして、ビジネスの拡大も、ちょうど広まってきているといったようなフェーズとなっております。まあ、会社のナレッジを一つの UI でまとめて貯めておくことができるといったところが特徴でして、まあ、この膨大なですね、Notion に貯められた知識の泉の中にですね、この AI パワードのワークスペース実現することでですね、より早く、よりよく書き、より大きく考えるというようなことができるというのがですね、この Notion AI の特徴かなというふうに思っております。まあ、Next Mode 我々エンジニアの会社なんですけれども、そんな会社がですね、この全社員 Notion AI を導入したのかという理由になるんですけれども、まあ、我々の会社のメンバー、エンジニア多いので、まあ、チャット GPT を使ってですね、まあ、自分でガリガリプログラミングをして、いろんなものを作ったりとかってこともできるんですけれども、まあ、せっかく全社員導入するんであれば、非エンジニアのメンバーも使ってもらいたいと、まあ、Notion AI を入れることによってですね、この AI の民主化といいますか、そういったことを実現したいという思いがありましてですね、Notion を使えば誰でも AI が使えるということで、全社員に導入させていただきました。一つの UI で利用ができるということで、まあ、ブロックの中にですね、AI の機能を組み込んだり、既存なコンテンツと組み合わせたり、いろんなことができるんですね。このアウトプットをそのままノーションに載せることもできるという利便性が非常に高いのと、最終的にはですね、料金が非常に安いんですね。毎月8ドルからということで、まあ非常に安い金額となっております。ノーション AI 実際にネクストモードで導入した理由みたいのはですね、 YouTube の中でも、里見の方が話をさせていただいてるんですけど、一番の肝はですね、チャット GPT を理解しているプログラマーみたいなもの、世の中にそんな実際にはパーセントとしては多くないと思うんですね。ノーションの AI であればですね、開発なしに誰でも簡単に使えるといったところがですね、非常にいいところなのかなというふうに思っております。まあ、金額について先ほども申しましたけれども、Notion AI であればですね、まあ、年間払いの場合ですけれども、月額8ドルから利用できると。まあ、チャット GPT の場合は20ドルぐらいということを考えるとですね、非常に安く使えるというのがですね、まあ、特徴かなというふうに思っております。これ Notion AI は、Notion 上に記録されている情報というのは、それをも含めて見た上で回答してくれたりするんですか？今のところはですね、明示的に下にこう Notion の中にテキスト貼り付けたりだとか、っていう形で以下の文章を予約してくださいとか、以下の文章について何々みたいな形でやることができるんですけれども、まさに寺田さんの質問すごくいい観点で、今後おそらくですね、Notion の中に溜め込まれているものも活用して、まあ、API 経由で呼び出したりとかせずにですね、すでに溜まっているデータをもとに会社ごとにカスタマイズされた AI の生成なんていうものもできるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。それがちょっと待ち遠しいところですけど、ありがとうございます。そうですね、ご質問いただいてます。社内で導入した場合、新入社員が、まあ、Notion AI を使った時に考える力が弱まる可能性ありますかというご質問ですが、いかがでしょう？ Next Mode はもうなんか社内でバン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 いろんな人が使っていて、逆にそのアイデア出したりだとか考えてほしい時っていうのは、ブレインストーミングの時間の時に AI 使ってもいいですよ、使っちゃいけないですよってことをこうなんか言った方がいいなという最近議論がこう出てきていて、言わないとみんなですね、 AI 使いまくるんですね。なんか同じような答えみんな出してきたりとかするので、あえてやっぱり人間がクリエイティブに考えた方がいい場面というのもあるので、全然どんどん使ってほしいんですけれども、そこはなんかこう分けるっていうことも必要なシーンあるかななんて思ってます。ああ、じゃあそれは使い方のノウハウをこれから我々蓄積していかないといけないということですかね。そうですね。これ興味深いテーマのにちょっと深掘りすると、まあ要は昔、まあソロ版があって、まあその前は手で計算しててみたいな、まあ進化があるから、別に今別にソロ版使えなくても困らないよねみたいな話があると思うんですけど、それと一緒かなっていう説っていうか考えもあるじゃないですか。なんで、まあ AI 前提で我々生活だとか業務をまあすればいいんじゃないかっていう話もありますけど、やっぱり人間が考えた方がいいアウトプットが出るっていう時もあるっていうことですかね。そうですね、まあ、例えばですね、ネクストモードのキャッチコピーを考えようとかっていう時に、まあ、5分以内に300個考えるというのは人間には無理なんですね。だけど、はい、一旦それはもう AI に300個考えてっていうと300個出してくれるんですよ本当に、はい、なのでそこを出した上で、そこの出されたものから良さそうなものを人間がさらにブラッシュアップするみたいな、まあ、2段階やっぱ作業が必要で、ジャッジをする、判断するっていう最後のところ、やっぱ300個出てきたものからどれを選ぶのか、でそれを組み合わせてさらに
に良いものにしていくみたいなところは人間の作業として必要なんじゃないかなと思っていて、ただ300個出すっていうことに2日間かけるとかっていうことがいらなくなるというのがすごくいいところなので、まさに電卓のようにどんどん使えばいいんですけれども、使って出た結果が全てなのかというとそうでもないというところが面白いところかなというふうに思います。ありがとうございます。次ですね、 Notion AI と ChatGPT との関係についてですね、ちょっとお伺いしたいということですが、現実にはですね、なんか中身どのエンジンなのかっていうのはなんか非公開だっていう話をちょっと聞いたことがありますけれども、使ってる感触的にはですね、チャット GPT だとか、あるいは全体の世の中のインターネットから出てくる情報みたいなところでいくと、やっぱり Bing は一番最新の情報を取ってきてたりとかしますので、そこのこうリサーチみたいな面ではもしかするとチャット GPT の 4ですねとか、あるいは Bing とかの方が精度が少し高いところあるかなというところはあります。ただどちらかというと私の個人的な考えでは 4.0 であれ 3.5 であれ、問いを出す時の聞き方というか、プロンプトエンジニアリングのところでのスキルになってきますけれども、聞き方みたいなことの方が大事だったりとかするので、そこはですね、Notion の AI は UI をそのまま Notion でやることができるので、そこの親和性みたいなものが逆にこう AI そのものの性能の若干の低さをカバーして有り余る良さがあるかなというふうには思っています。使い方とか使い方は Notion AI は非常に簡単だということですか？そうですね、スペースキーを押すだけでもう AI の画面が呼び出されて、なおかつよく使うものっていうのは要約するだとか、ポエムっぽく書くだとか、いろんな形でですね、こう選択肢がもうプリセットされてるんですね。なんでそこから選べばいいということもありまして、使い方が非常に簡単ですね。なおかつ生成された後もそれを修正するのも、もうちょっと硬く書くとか、もうちょっとカジュアルに書くだとか、そういった選択肢が出てくるところがすごく使いやすいかなと思います。では、里見さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。